ジブラルタル包囲戦の構図ジブラルタルの占領は、スペイン継承戦争における戦闘の一つで、1704年8月1日から4日にかけて、イングランド・オランダ・オストリア連合軍が、スペイン南端の港湾都市ジブラルタルを守備する、スペイン軍と交戦した。戦後ジブラルタルはイングランドへ渡り、現在に続くイギリスの海外領土の一部となった。イングランドの戦略は、 スペイン領ネーデルラントへ陸軍を派遣、地中海に海軍を送り、共闘法を築くことで、フランススペイン連合軍の海軍を牽制しつつ、ネーデルラントのフランス軍撃破を狙っていた。しかし、スペイン南部の半島カディス制圧を企て1702年に送った連合艦隊は任務に失敗、b 5案の海戦で失敗はいくらか補えたが、 地中海の拠点はないままであった。そこでイングランドは外交で味方を増やす策に出た。1703年にポルトガル王国とメッシュエン条約を調印して、シュトリスボンをイングランド海軍の寄港地とし、オーストリアのスペイン王位候補者、カール大公をイングランド、ポルトガルへ招き入れて、地中海進出への補給拠点と、スペイン王位請求の大義名分を獲得。 1704年5月に改めて、ジョージ・ルークを司令官とした、イングランド・オランダ艦隊を、地中海へ派遣した。艦隊には、オーストリアの軍人ゲオルク・フォンヘッセンダルム・シュタットが、軍を連れて乗り込んでいた。連合艦隊は、カタルーニャの首都バルセロナと、フランス南東の港湾都市ニース陥落を目標として、東進、バルセロナにゲオルク率いる陸軍を派遣して、 住民の反乱を促したが何も起こらず撤退。ニースへ向かう途中で、トゥーロンへ進軍中のトゥールーズ博、ルイ・アレクサンドル率いるフランス艦隊と遭遇。ルークは、交戦を避けて西へ引き返し、6月にジブラルタル海峡を越えて、ポルトガルの港ラゴスに停泊した。ポルトガル王ペドロ2世とカール大公からは、カディス攻略の提案があったが、 以前の戦いで失敗していたルークは、この提案を却下、作戦会議を開いた末に、スペイン南岸でカディスから東のジブラルタルダッシュを決意した。ジブラルタルは、海峡の北端に位置する半島で、少数の守備がやりやすい地形だったからである。作戦は、ゲオルクの陸軍が上陸して、スペイン本土とジブラルタルをつなぐ北部を遮断、海軍は、 ジブラルタルの要塞を砲撃して2方向からの挟み撃ちと決まった。再び投進した連合艦隊は8月1日にルークの部下ジョージビングがジブラルタル湾に侵入して西側を包囲陸軍も上陸してきたからジブラルタルへ進軍した。ジブラルタルは北と南に旧モールと新モールがあり町はその中間に位置していた。要塞側と連合艦隊は 攻撃を繰り返したが、シンモール側に海軍が上陸して、降伏を勧告。ゲホルクもジブラルタル北端に到達して、同じく勧告したため要塞のスペイン軍は降伏。ジブラルタルは同盟軍の手に入った。戦後ジブラルタルは、カール大公が領有することになったが、1713年のユトレヒト条約で、カール大公のスペイン王位を断念して、 フェリペ5世を承認する見返りにジブラルタルはイングランド領となり地中海に対するイギリス海軍の補給基地となった。フランススペイン連合軍はジブラルタル奪還を図り陸軍で包囲、海軍で連合艦隊を破ろうとしたがマラガの海戦で海軍進出は阻止され陸軍の包囲も進まず、翌1705年にマルベラの海戦で フランス艦隊が敗北すると包囲は中止、ジブラルタルの領有は確定した。フランシス、ザ・ファースト・ペニンシュラー・1702-1713-115、ハット・クレーマー、ヨハネス、イングリッシュンスパニッシュ・イン・ジブラルタル、バスク・バーラグ、P10、ノート9、ISBN3 から871188158、小林、 P250P256 ともきよ P73P74 小林 P256P262 ともきよ P74P76P123P126 ありがとうございます。